ブラウンファースリサーチラボラトリーズのあった場所に立つブレアリーの記念碑、ハリー・ブレアリーとはステンレスコの発明者であるイギリス帝国シェフィールドに生まれた12歳から成功書で働き始め科学実験室の助手になった数年科学実験室で働きながら野学で成功技術や科学分析の方法を学んだ30歳になる頃には 優秀な技術者としての評価を得て、二つの成功会社が共同出資したブラウンファース研究所での研究の指揮を任された。第一次世界大戦前夜、兵器の摩耗対策が求められる中、ブレアリーは、鋼の炭素とクロムの添加量を変えて、鉄の対摩耗性を向上させる合金工の研究を行った。炭素量0.2%程度で、 クロム6から15%の間の合金鋼の研究中に組織観察のためのエッチングをしようとしてクロム鋼が耐薬品性を持っていることを発見した。1913年8月にブレアリーは 0.24WT%C-12.8WT%CR のステンレス鋼を開発した。1920年ブレアリーは 鉄鋼協会からベッサマーゴールドメダルを受賞した。1915年に特許の権利に関して合意できなかったため、ブレアリーはブラウンファース研究所を辞めるが、WH ハットフィールドらによって研究は続けられ、NI を加えた 18WT%CR-8WT%NI のステンレス鋼が1920年代に開発された。ありがとうございます。